タ抜けていきますよ。はい、大ネタですよこれ。やば、普通撃ってる消防車。確かにこれ子供の憧れ、子供からの憧れよ。はいはいはい、男のロマン。これってか撃ってんのこれ本当に。300万。300万。300万。なんとお得な。あ、赤色10人乗りなんだ。10人。結構乗るな。走行距離7300キロ。7300キロ。進行自家用登録可能って。あ、これ道走らせられる。道走らせられる。そういうこと。え、最強だろ。こうちゃん、これで炎上したら消化すればいいだろ。自分でコメント欄にもやって。コメント欄に画面にごめんなさいって。確かにこれすごくないというか、僕にあ、ちゃんと見て、ホース付き。すごい。本物じゃん。見せて作ってるんじゃなくて、本物。消火器もついてる。マジか。これ本物。なんかちょっと、お、すごい。これ、あの、キャンプとかで、やっぱ、洗いたい時とかあるじゃん、体。あ、確かに。もう思いっきり。汗かいたらな。汗だらけでしょ。水圧マックスにして。ちなみに、10人乗りってどこに10人乗るんですか？確かに、これ10人乗る？これ、前3名と。これ中に入れたりします？あ、入れよう、どう？まず、はい、中に、お、すげえ。3人、はい、後ろはまず3人でしょ。うわ、すげえ。これ、ありっすね。レスキューか。3人、で、前も3人だっしょ。運転席、助手席、真ん中で、6人、今のところ6人。おぉ、すげえ。残り4名はどこで。後ろ、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 後ろ。なんか後ろ、なんか水タンクがあんのかなと思ったけど。今、空番。あ、すごい、見てこれ、めっちゃいい。空番虫になってるけど。すごい。すごい。ここに2人。2人だ。お、すげえ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 。オープンカーだろこれ。ちょっとしたオープンカー。オープンカー。座ってみていいですか。座ってみて、はい。これついにこうちゃんも、こうちゃんついに食らいついたな。興味持ってるよこれ。あ、やばい。気引き締まる。ここ引き締まる。うん、だからここでこう考えながら今日撮影どう頑張ろうかなみたいな。あ、ここやばいっすね。これもなんかまた車タイヤにタイヤあるけど。そう、これも変形するんだろうな。全部下に下ろす。トランスフォームラン。すごいな。かっこいい。で、撃ってるんすね、これ。本当に。すごい、こうちゃん、これで救うわ。これ、ちなみにこれ走ることできるんですか。大丈夫。あ、こう走っても大丈夫。しかもね、すごいのが、これ、水汲まなくても、川にホース、片方突っ込んで、そんなことできる。もう片方から放水できたりするらしい。すごい。やばい。あ、じゃあ、断水した時とかもダムに突っ込んで生活用しようとして無断しようとしてダムがなくなってるの。いや、でもこれは一回検討させてください。いや、検討で、保留で。思わせぶりは一番良くない。いやいやいや、しっかり。じゃあもう買おう。いやいやいや検討だけさせてください。検討。はい、候補に入れさせてください。候補に。二代目、候補二代目です、こっち。候補二代目。はい、ありがとうございました。じゃあ、お願いします。今日ありがとうございました。はい。ということで、M オートさんでした。M オートさん。あちらね。M オートさん。登録してくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。あれからね、1週間ほど経ちました。はい。で、こうちゃんがね、もう車買ったらしいです。買ったんですよ、実はもう。おー、ついに。さあ、もうあれは、あの時はね、お世話になりました。あの人いろいろと。何買ったんだろうな。やっぱ紹介した甲斐があったわ、俺も。はい、もうなんか。レッカー車か消防車とかね。はい、もう腹くくりました。お、俺は。さあ、何買ったんでしょうか。で、こちらです。ワゴン。これは何？これ何？フレア。フレア。フレアという車なんですけど、さっきの映像と比べるとちょっとがっかり。やっぱ実用性をね。あ、なるほどね。実用性を最優先にして。ちょっと結局かってなっちゃった。めっちゃなんか安定ないか。うん、フレアって。フレア。いやマジでちょっと考えたけど、ま、家にも置けない。周りに駐車場もない。実用性として使い方が難しすぎる。火を消しに行くとこがフレアですからね。フレアですね。燃やしに来たね。燃やしに来た。これ引かれた部分なんなの一番。引かれた部分は俺的にはこの開けたら。開けたら。開けたらどうなの。開けたらどうなの。なんかね、こっちが開く。ああ、いたいた、ほら。おお、すごい。ちょっとびっくりした。一応これは隠し扉。隠し扉。
男って多分こういうのみんな好きじゃないですか。え、うん、外せる。これも取り外してくるから、あ、じゃこれ買い物かごとしても、いや使わない使わない使わない。悪すぎるでしょ利用性これも。いやもうこれが結構決め手かも。決め手決め手。車買うときに決め手これ、うん、あとこっちがテーブルになるっていうのもまたまた決め手これも壊れるね。せっかく買ったんで皆さんにねもう乗り心地体感してもらいたいのと、あとねこれ使ってもらいたい、これ あこれね、あ、なるほど、もうこれ使ってほしいんでちょっとね、はいはいはい、一走り行きましょうよ。そこまで見るんだったらね。いやいや今日予定とかあるの逆に、うん、っていうかね、この消防車見てる時のひっちゃんと今のひっちゃんをちょっと比べてほしいですね、うん、いやいやもうテンションがっかりしますね。違う違う違う、動画でなんかリプレイとかもしないでほしい。全然テンションが違うっていうね。コメント欄に誹謗中傷かかるんで。早速じゃあ行きますか。ちょっと行ってみましょうか。行きましょう。はい、ちょっとねドライブスルーしようってことで、はい、ちょっとここのドライブスルー特殊なんですよね。でこういう風に離れすぎた、一個ずつあるんですよこれ。そうそうそう。で反対にもこういう風に同時にドライブスルーが10台ぐらいできるんですよね。うん、あれか、リンコあるのかな、つなぎマックス、マックス 1.5 か。じゃあ 1.5 以下だったら回ってけないのか。そうそうそう、不便だなちょっと。いやいやいや、食えるの逆に言ってる。あんま、こう何グラムありますかね。計算していく、足し算して計算するのやったくないのか、この車。ありがとうございます。はい、こんな感じでね、こんな感じで来たんですけど、来るんですね、ファミリーセット。早速じゃあテーブルの置いてもらうかな、これ。そうだね、確かに、もうこの日のためにもう、ほら、ほら、あ、本当だ。こういうことですか。A&W のために作られたんじゃないかっていうテーブル。A&W テーブルって呼んでください。これカーリーフライ。カーリーフライ。沖縄名物。美味しいんだよ。これね、空港にもあるからみんな食べてほしいですね。いただいていきますか。どれ当たってもあかりだった。いただきます。いただきます。あ、ルートビア。こんな感じ。ポテトフライとか2ヶ月ぶりに作ってた。飲む尻尾と言われてるルートビア、うまい。で、カーリーフライ、これカーリーフライ、ハムチーズ、悪魔的にうまい。ファーストフード、マジうまいな。で、うまい。こんな感じで置けるってことね、1.5 キロ以下は。助手席しか置けなかったんだ。助手席に座った人をもてなすっていう、まあいいね、ジェントルメンの気持ちが芽生え始めそう。助手席当たりだな、じゃあな、うん、今年はジェントルメンに攻めていく。今年ジェントルメンキャラかもしれない。こ、うん、ちゃんどうですか、この車を乗ってみて。いやもうこれからね、楽しい沖縄ライフが過ごせそうで、うん、もう安心っすよ、安心ね、春さんね。俺の車交換しよう。あら、来て2秒目ぐらい。後ろの音で使っていい、ここで。なんとも思ってないでしょ、絶対。思ってない。まあ、よかったね。結局こう、沖縄に住むってなると、車が必ず必要なんでね。本当ですか。今回は沖縄で車を買ってみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。